けるやいコッパども、このビグザムがそこらのモビルアーマーやモビルスーツと違うところを見せてやる。こいつがスレッガー中尉は感動か。モビルスーツ隊をこちらホワイトベース隊、残存戦力を集中させてください。ソロモンに残された最大戦力はこのビグザム、倒せればこの攻防戦に勝てるよ。やられはせんぞ、やられはせんぞ、貴様らごときにやられはせん。こうも簡単にソロモンが落ちるとは。沈め、落ちるな。いけ、問題ない、沈め、展開、そこ、なんて攻撃力。やっぱりただ大きいだけのモビルアーマーじゃなかった。見たか、ビグザムが量産の暁は連邦だぞ。あっという間に叩いてみせるわ。そんな重力下で運用なんてできるの。最終目的は南米ジャブローへの降下だから。あ、そうか、アピサラスも同じ。僕は自分のできることをやるだけだ。まだなのか。問題ない、起きな、くらえ。こんなところで、おい、大丈夫か。そこだ、沈め、まだ、いけ、オールレンジ攻撃。まだなの展開、直撃させる。ぜい、あれ、沈め、沈め、単純なこと、どこだ、そこか、でやー、いけ、ごめん、本気だ。体勢を回復する。そこ、沈め、落ちろ。だ、そこだ、まだ動く、落ちるない、そこか、問題ない、そこだ、焦る、今だ、しくじったか、終わりはしない。オールレンジ攻撃、行け、展開、そこだ、私は軍人だ、ザビ家の伝統を作る軍人だ、死にはせん。さすがドブルガル中将さん、簡単にはいかないね。これが僕たちが戦っている敵、そして我が妻ゼナ、そしてミネバのためにも決して負けるわけにはいかんのだ。ミネバって、お子さんのこと。ミネバラオザビ様、たかが一機のモビルスーツにこのビグザムがやらせるか。やらせはせんぞ、貴様らごときモビルスーツにジオンの栄光をやらせはせん。この俺がいる限りはやらせはせんぞ。な、何者なんだ。何、あの紫色の影は新兵器なの。どうしたの、ユウ姉さん。確かに急にビグザムの出力が上がったけど、人の意志が見える、人の体を通して現れる力。どうしてそれが可視化されてるの。少尉さんにユウ姉さん、何が見えてるの。サクラにはこの光が見えてない。これが戦う意志、
それしか、人にはそれしか見えないのか。さんにも伝えないと。ユノ姉さん、ブレイクアウトしよう。これでチェンバラ作戦終了だからね。うん、あんたのおかげだぜ。ありがとな。はい、